日本の尖閣問題で中国海警局の動きは日に日にエスカレートしています。そんな中、フィリピンでも中国海警局との領有権問題で動きがあり、フィリピン沿岸警備隊がレーザー照射受けたとの情報をキャッチしました。今回はこのフィリピン沿岸警備隊がレーザー照射事件で新たな中国の動きを詳しく見ていきますね。尖閣でも起きる事例ですね。レーザー照射されたら、アメリカやカナダなどの上空に中国製の気球が侵入し、ついに撃墜される事態にまで発展したことは、あまねく世界中に報道され、そうした行為が、どのような意図や目的を持って行われたのかが注目されたことは、記憶に新しい。そうした渦中にあった、2023年2月6日、今度は、中国海警局の艦艇が、南シナ海において、フィリピンの沿岸警備隊の艦艇に向けて、緑色のレーザーを照射した、という、報告をフィリピン側が行い、やはり、一部で話題を集めている。フィリピン側が、その事象を発表したのは、ことが起きて、後の1週間後となる2月13日であり、その間に、フィリピン側も、その事実を、公開するか否か遵循したものと想定されるが、証拠となる画像も撮影しており、公表へと踏み切った模様だ。フィリピン沿岸警備隊が、その際に撮影したとされている2枚の画像を見れば、鮮やかな緑色の閃光が、少し薄暗い海上に放たれていることが確認できるが、フィリピン側は、これを兵器級のレーザーで2度照射されたと主張している。フィリピン側の発表によれば、自国の沿岸警備隊に所属する艦艇のマラバスクアが、自国の排他的経済水域内で、中国海警局の巡視船5205からレーザー照射を受けたとしており、激しくこの行為を非難している。また、フィリピン側は、このレーザー照射を受けた当該のフィリピン沿岸警備隊のマラバスクアの乗組員の一部が、一時的に資格を失う状況に置かれたとも主張しており、かかる行為は、軍事力の行使に等しいと、語気を強めている。加えて、その後、フィリピン沿岸警備隊のマラバスクアは、右側面方向に、中国海警局の巡視船5205からの異常な接近を受け、そのまま航行した場合には、艦艇同士が接触する危険が生じる可能性があったため、航路変更を余儀なくされたという。こうした中国海警局の巡視船5205からのフィリピン沿岸警備隊の艦艇への嫌がらせや妨害行為とも取れる一連の行動に対し、フィリピン側は中国側に厳しい態度で臨んでいるが、無論中国側は意に介してはいない。中国外務省の王報道官は、こうしたフィリピン側の抗議を受けて、2月13日に行われた定例の記者会見において、フィリピン沿岸警備隊のマラバスクアが中国の領海に侵入したために起きたことだとして、自国の正当性を主張した。フィリピン沿岸警備隊のマラバスクアが中国の領海に侵入したために、それを追い払おうと、中国海警局の巡視船5205は行動しただけであり、他国との南シナ海でのいさかいと同様に、自国の主権を維持する行使だと、強弁を重ねたと言えよう。今回、こうしたフィリピン沿岸警備隊と中国海警局の艦艇との間で、トラブルが生じた海域とは、南シナ海の南沙諸島、英語名、スプラトリー諸島のアユンギンション、英語名、セカンドトーマス礁の周辺である。このアユンギン礁、英語名、セカンドトーマス礁には、その領有を示す目的で、1999年に、フィリピン海軍が、アメリカ海軍から、払い下げを受けた戦車揚陸艦、シエラマドレ、
をあえて座礁させ、以後、その周辺の実効支配の拠点としている。今回、フィリピン沿岸警備隊のマラバスクアがアユンギン礁に近づいた理由は、座礁させた戦車揚陸艦、シエラマドレに居座らせているフィリピン海兵隊への物資の供給が目的であったことと確認されている。こうした座礁させた戦車揚陸艦、シエラマドレ、存在と、その中に、自国の兵士を常駐させることで、アユンギン礁、英語名、セカンドトーマス礁の実効支配を確立しようと、政治的に狙っているフィリピンも、強引な感は否めない。しかし、このアユンギン礁の周辺海域は、冒頭でも触れたように、フィリピンの排他的経済水域内にあり、今日の国際法的な観点から見ても、仮に座礁させた戦車揚陸艦、シエラマドレが、抜くとも、フィリピンに優先権がありそうに見える。そうした見方に関わらず、中国側が、中国海警局の艦艇を派遣して、そこを、自国の領海だと中国が主張し、今回のような行為に及んでいる根拠は、同国が一方的に南シナ海に引いた九段線と呼ぶ1953年に定めた線引きによるものだ。もともと、この九段線は1947年に、当時、まだ中国大陸の覇権をめぐって、中華民国、台湾と中華人民共和国、中国が内戦状況にあった際に、中華民国が定めた南シナ海の11段線に端を発しており、それに中国側が習ったものである。一応、中国は、この時台湾が引いた南シナ海の11段線から、2つの線を消去し、新たに自国が定めた線を九段線と称して、南シナ海における領有権の根拠としているが、中国海警局等の実力をもって、それを推し進め始めたのは、近年のことだと言える。これは、今の中国が、1980年代以降に、改革開放路線を政策として実行し、そこで得た経済力や海軍、海警局といった実力組織を、実際に運用可能な能力を得たことで、加速しており、多くの南シナ海の周辺国との軋轢を生んでいる。フィリピンは、こうした中国の九段線に基づく、南シナ海の実効支配の強行を良しとせず、2014年に、オランダのハーグに設置されている、常設仲裁裁判所に対して、仲裁を依頼するという、今の国際政治に則った一つの手段を講じた。2016年7月に、この依頼を受けた常設仲裁裁判所は、中国が自ら引いた、九段線に基づいて、南シナ海の領有を主張していることに対し、何ら国際法に照らした根拠がなく、それに明確に違反しているとの見解を下すこととなった。この常設仲裁裁判所の判断は、現在の国際法上の観点から見た場合、中国が一方的に主張する九段線やそれに基づく南シナ海の領有を完全に否定するものではあったが、何ら強制力を有していないため、中国は全く無視している。それに加えて、中国の主張を抑え込もうと、常設仲裁裁判所を巻き込んだはずのフィリピンも、当時のドゥテルテ大統領は、政治的に中国に迎合する決断を行い、中国の習近平主席と、この問題を棚上げすることで、合意を行った。当時のドゥテルテ大統領は、自国の国内世論のガス抜きには、中国とのいさかいを利用する面もあったが、政治的には、完全に、中国との協調を選び、その経済力をはじめとする、強大な中国の国力の前に従属したと言っても、過言ではないだろう。かつてのフィリピンは、スペインの植民地であった歴史があり、その後、米西戦争で、そのスペインを破った
アメリカの植民地とされた経緯を持つため、アメリカに対して複雑な立場であったことには、同情の念も禁じ得ない。しかし、結果的にアメリカよりも中国との関係の強化を企図したドゥテルテ前大統領の思惑は功を奏さず、フィリピンという国家にとってもメリットがなかったことが表面化しており、今の同国はアメリカへの接近へ再び舵を切っている。ちなみに、アメリカ海軍の艦艇が航行の自由作戦と称して南シナ海への不定期な航行を継続している最大の理由は、中国側の南シナ海の領有という一方的な主張を既成事実化させないための政治的な活動の一環と言えるだろう。今回のフィリピン沿岸警備隊のマラバスクアと中国海警局の5205とのレーザー照射及び航路妨害の一件について、どちらの言い分に分があるのかは各々の立場によって意見は異なるだろうが、日本が留意すべき点は明確である。中国海警局の艦艇は日本の尖閣諸島の周辺海域においても、今回と同じようにそこを自国の領域だと主張して、ほぼ毎日のように侵入を常態化させており、事態は日増しに日本にとって悪化の一路をたどっているのだから